高一姿勢は、日本の作家、自動車評論家。高再生とも表記される。群馬県前橋市生まれ。後に、SF 作家仲間になる、豊田有恒とは小学校、中学校の同級生。群馬県立前橋高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。自動車レース小説を多く書く。SF 作家で、 日本 SF サッカークラブ第3大事務局長を務めた。2013年、他のベテランサッカーらと共に、日本 SF サッカークラブの名誉会員に。お気に入りがルマンに優勝するときでは、松田の4ローターの新型車、松田 777C が、ルマン24時間レースで、日本車初の優勝をする描写がある。まさしく当年の松田のルマン優勝を予言した小説で、 代表作、ホンダが、レースに復帰するとき、ランサーがモンテを目指す時ときとともに、未来予測小説として、当時のカーレースファンから賞賛されている。作家、森正宏は、2010年の著書、高砂コンビに奮闘期悪役職を恥ずで、出版界の知人、友人とはすべて絶縁したが、コウヒトシさんだけは、私と交際してくれたと書いていた。ありがとうございます。